はい、今ですね、対馬にいます。対馬ね、長崎県の対馬です。で、今いるところが中心の伊豆原のあたりをね、今レンタカー借りて、上の方を向かってね、今走ってるところです。で、これ伊豆原の中心街からちょっと離れてる感じなんですけどね、武家屋敷跡、これもなんかありますね。まあこのあたり宗家ね、昔江戸時代なんか、まあその前からずっと宗家がね治めてた土地なんですけどね、対馬藩で、このあたり中心だったってことで、このあたり武家屋敷なんか結構あるんですけどね。これは何ですかね、対馬の対馬藩の家老屋敷か。結構家老なんで結構偉いですよね。立派なお屋敷があります。まあすごい、皆さんどうですか、運転はしやすいですか。車は走りやすいね。あ、はいはいはい。でもなんか北の方というか上の方行くと結構道が悪いって噂聞いたんですけどね、まあこれからちょっと行ってみないとわからないですけど、ね、そうですね、すごいですね。あ、この辺りでも結構家ありますね。人口が、対馬の人口3万2千人ぐらいって言ってましたけど、意外にね、この辺りはやっぱ伊豆原の辺りは結構家があるんだなと思いました。通り電気店、あ、ガソリンスタンドありますね。あ、これも藩校日進館ね、藩の、学校ですね。昔の名残が残ってます。見えてきました、創価学会。うわ、創価学会ですか。こんなところにも創価学会のね、会館があるんですね。すごいね、これ日本各地に創価学会のね、会館ありますけどね。対馬でもかなりいらっしゃるってことですか。こう見ると山がちですね。山が結構ありますね。